いつもロベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回インプレッションするお車は2012年モデル AMG SLS ロードスター、こちらをインプレッションいたします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではスペック紹介よろしくお願いします。はい、 SLS ロードスター 6.2 リッター V8NA エンジンです。はい、最高出力の方が571馬力、ほう、トルクの方が 66.3kgm、はい、となっております。これが多分最後 の、 あの NA の時の。そうだね、はい、SLS です。これね、 SLS ってお蔵入りしちゃってるんですけど、1台クーペのねブラックをやったことあるんです。ありましたっけ。ガルウィングですね、はいはい、ロードスターはちょっとガルではないんですけども、はいはい、普通の横に開く、ね、タイプなんですけども、それ1回レビューしてるんですね。あの時ね、これでドア開けた時に頭がコツンと当たっちゃうよとか、椅子に座ったらあ届かないよとかってやってたレビューはちょっと残念ながら見れません、はいはい、なんでこれねクーペではないんですが、改めてロードスターをレビューしたいなと思うんですけども、はい、この車ってそう入ってこないですよね。市場にも少ない、少ないし、 SLS 時代が希少なんですけど、多分クーペの方がわりかし今台数は中古市場には多いですよね。ロードスターはもう本当そうですよね、片手ちょっとこれくらい、ね、今日もね一緒にレビューする前にカーセンサーとか見て、全国どれくらいこの車あるんだろうなと思ったら、クーペが22台中古市場でね。そうですね、はい、でロードスターが7台しかなかったんですよ、はい、日本全国で探してもですよ、はい、でそのうち値段が公開されているのが3台あって、はい、2013年モデルで12年モデル12年モデルってあるんですけど、はい、高いものだと、2200万円前後ぐらいのモデルがあって、はい、で1900万円台のモデルもあって、これは1888万円そうです、ね、本日現時点で、はい、で走行距離が、これが4000キロぐらい、はい、多分ね、そうなんですよ。だから12年モデルの4000キロで1888万円本日現時点の値段というのは日本全国で最安値です、はい、最安です、はいはい、でですね、今日は新車でこれって言って、まあ、どれだけ出たか分からないですけどね。あ、そうだよね、これちょっとさ、だからアメリカは結構あるとかっていう話もあるんですけど、はい、まあ、でもうちディーラーにいた人間じゃないですか、ね、あ、確かに、ここ練馬ショールームですけど、もともと柳瀬出身の営業がいますね。いますちょっともしかしたら知ってるかもしれない。ちょっと呼んでみましょうか。お願いします、スタッフ。あ、びっくりした、郵便局のおじさんかと思った。もともとメルセデスで営業させていただきました、練馬店営業本部加藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺いきなり来たね、急に、はい、ちょっと本部長に呼ばれましたので、はい、SLS が得意と、はい、得意なのか好きか分かりませんが、ね、あのディーラーどれくらいいたんですか。私新卒で入社させていただいて2年ほどやらせていただいてます。なるほど。その間に SLS は何台、クーペで点検等で入庫したのが1台のみ。ロードスターは弊社に来て初めて見ましたね。それだけ珍しい。これ来たらさ、どんな感じ。あ、やべえの来たぞみたいな。なりますね。私の店ではレッカーで点検等も入庫させていただいてたので。なるほど。やっぱそこまで。ロペライアもそうしないとな。今日レッカーでレビューしようか。そうですね。走っちゃっていいんですかね。ねえ。はい、じゃあ、最後に僕一つ質問ですか、はい。なんでロペライアに入ったんですか。あ、それ僕も聞きたかったっす。聞きたかった。メルセデスを売ってる中で、はい、やはり他のメーカー様のお車を所有されているお客様だったり、うん、あとは新規のお客様でも、他のメーカーも検討しているけど私からご購入いただきたいという時にちょっと歯がゆい思いをしてた部分があったんですけれども、そういう部分でロッペライオ弊社の方は全メーカーさんのお車を取り扱ってますので、その部分でお客様と密に、まあ、車のこともそうですけど他のことも密に、さらにいい関係が築けるのではないかなと思って転職させていただきました。真面目、素晴らしい。
ていうことですね、はい、まあ、ちょっと自慢入ってたけど、まあ、そう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 、はい、まあ、まあ俺のお客さんはねちょっといろいろ欲しいって言ってるからって、でも俺から買いって言ってるからさっつってじゃあロペ行こっかみたいなね、まあ、それでやってきるっしょっていう、はい、まあということでね、はい、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。またちょっとねベンツの時は、ね、呼ぶかもしれないんで、その時はねぜひね、ありがとうございます、はい、そして視聴者の皆さん、練馬でベンツといえば加藤です、よろしくお願いします、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、ということで、はい、この SLS ロードスター、はい、まずじゃあまたいつも通りね見ていきましょうかね、はい、はい、フロントから見た感じはね、あ、なんかさ、ミノンさんが乗ってるさ、あれ 230? いや、231です、231ちょっと似てる、え、似てる、まあ一緒ですよね、あ、一緒で、この、うん、このシングルバーっていうんですか、グリルグリルが、はい、なるほど、一緒です、これパナメリカーナにしてもかっこよさそうな感じ、かっこいいと思うんですよね、ね、はい、AMG だし、そして車高が低いっすよ、この平べったい、はい、このロングノーズ、全高が1メーター27、29じゃないですか、あ、で126っす、126ですかね、はい、なんですよ、で幅が、1メーター94、はい、そうです、で長さが4メーター64ということで意外と短いだけども、幅は結構あって、はい、車高をめっちゃ低いっていう感じの車になってるわけです、だから運転してて前あのコンビニ、ね、コンビニに行って前から止められないなって思いません？ね、これ乗った後にウラカンとか乗りたいね。ウラカン乗った後に、そうそう、またこれ乗ったらあれわけわかんないわってなっちゃうね絶対ね、はい。絶対なります。はい、あとちょっと先にエンジンフード開けてみましょう。これなんかさ、もう12気筒でもまだ余っちゃうぐらいのフロントノーズじゃない？そうですよね。ね、はい、これミスティックホワイト、デジのミスティックホワイトだっけ、はい、これもオプションカラーなんですよね、そうですね、うわ、ボンネット重っ、うわでかっ、うわすごいね、久々に見たけどアメリカンな感じじゃない、なんかマッスルカーみたいな、ね、あ、すごいね、エンジンルームの半分はこっち側にもエンジンがあって、こっち側にはまあ、ファンとかオイルとかそういったものがここにあって、そうっすよね、ね、すごいね、これアストンみたいにさないんだね、このフレームがね、ウィーンとターバーみたいな、ストラットターバー、はい、ありますね、ね、で、これ重、いや、これが重かったことに僕はびっくりしました、ね、ちょっとこの辺で締め、お、重っ、すごい重い、はい、で、こっち見てみましょうね、サイド、でタイヤのサイズ確認していきたいと思います、でフロントがまず26535の19インチですね、265、そしてリアはどうでしょうか、はい、295 30 20 20、はい、じゃあちょっとねドア開けて運転席もでしょう、ね、アローミラーね、いいね、なんかここぶつけそうなくらい、確かにぶつかってない、大丈夫だと思います、大丈夫大丈夫、はい、そしてあしっかりしたな、あいいな、これね SLS のクーペの時はちょっとカメラさんいいですか、これここがねこれメッキじゃん、はい、本当にねグリコのねおもちゃのおまけみたいな、 あれ変えられるんですよ、変えてるの、これも変えてるのかな、すごくチープだったんですよ、これあのプラスチックみたいなやつですよね、うん、でちょっとねイボイボみたいな感じ、あの G クラスとかでも AMG それだったんですけど、うん、あの変えられるんですよ、あでも純正のノーマルって超超チープ、そうですね、はい、そうですね、はい、で内装見てこのカーボン、これやっぱりこれカーボンパッケージですもんね、だからかこういうカーボン好きだな、あ僕は意外とあのシルバーのやつが好きです、カーボンの、カーボンじゃない、あカーボンじゃなくて、はい、あパネルが、はい、アルミパネル、そうです、ああどうですか、リクライニングはまずどうですかね、どれ辺ぐらいまでリクライニングする、リクライニングですよね、こっちは、あ前に行って倒れて前に行って倒れて、これで言うと今
自分 SL 乗ってるんですけど、はい、SL の方が広い。そう、はい、後ろのスペースとかっていうんじゃなくてこの辺が多分後ろからのアパッカーもそうだと思うんですけど、230の SL よりも231あの SLK とかに近いかなっていう。あ、そうなんだ、はい、あ、今いい、それいいレビューだね。なんか圧迫感すごいと思っちゃった。すごいって、はい、でちょっとエンジンもかけてみてください、はい、音すごそうだねこれね。あれスタートボタンちょっと、そうですね、これスタートボタンですよね。うわ揺れる、いいね。これはさ63でもさ、やっぱ SL63 とはちょっと違うよね、このパワーと。ちょっと違うっすね、うん、あーで、フロントがここです、こんなところですよね。どう、長いって感じする？遠いって感じ。遠いやっぱ SL と比べると全然長いよね。全然違います。はい、こういう感じになるわけです。で、ちょっと屋根を閉じてみましょう。なるほど。でもう一回上げましょうか。さすがにガチャはないってことで。ガチャはないです。ただブレーキを踏んでなきゃいけないっていう。ああ、ということは止まってないとできないってことですね。うん。はい。OK です。じゃあちょっと吹かしてみましょうか。はい。これはいい音するよね。ちょっとパワーウィンドウ上げてもらっていいですか。これはいいよ、絶対もう NA エンジン、ここから先はターボになりますからね。はい、じゃあまずポンポン。うわー、オッケー、オッケーよ。そうそう、オッケー、オッケー。なんかもうご近所の方から、はい、じゃあ最後スポーツクラス、スポーツクラス、優しく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 、優うん、あー、なるほど。あー、かっこいいのかな。まあ、わかりました、はい、で、閉じてください。はい、OK です。では、トランク開けましょうか、はい、そして、トランクスペースですね。あ、トランクも重たいね、はい、ちっちゃ。まあって感じ。1個いけそうでもね。バック1個いけるね、はい、これは、あ、ここは外せないですね。まあこんなもんすか。そうだね、まあ、1個だね。1個いけたりかな。そうだね、はい、1個いけるよだと。はい、ではまずライトをオフでお願いします、はい、これがライトオフの状態でございますね、はいはい、そしてライトスモール、お、下のデイライトみたいな感じで点灯します、はい、そしてロー、うん、まあ、この当時はそうだよね、こういうライトでね。そしてハイ、うん、はい、でウィンカーとハザード、はい、そうですね。で、優しい本、うん、OK、 大丈夫です優しくないです、はい、で、ドアミラー、あ、ドアミラーも一応ね、このアローミラーを、あ、ウィンカーを、あ、ウィンカーを、はい、ね、こうやって連動して光るわけですね。はい、はい、そしてじゃあテールいきます、はい、
ではライトオン。あーナンバー等が LE じゃないの久しぶりに見たね。ディフェンダーもそうだったけど。はい、でブレーキ、はーい、ウインカーハザード、うん、はーい、バック、あーいいですね、はい、バックフォグね、そうですね、前回ね SLS クーペをレビューした時にバックフォグつけっぱなしでね、ちょっと失礼いたしましたということです。はい、はい、それでは SLS ロードスター試乗行きたいと思いますが、試乗、はい、前のイメージレビューですけども、あ、はいはい、走りだけ行きましょうか。走りだけ、はい、何点ぐらいだと思いますか。5点。5点、はい、僕の勝手なイメージですよ、はい、もうなんか直線番長みたいな荒々しい感じがするんだろうな。なるほど、そういうのが好きで5点、はい、そういうのが大好きです。満点つけれるよと、はい、僕はね、僕は逆に楽しみなのは、ミノルさんがね231の SL550 ですよね、はい、はい、に乗っているということもあって、はい、ね、やっぱ同じ年式、同じだよね、ほぼね一緒ですね、ね、それくらいです、はい、そのね、SLS と550なんでどんなレビューか楽しみかなと思いますけど、はい、僕はね、でも前乗った時にね、なんかね座った時にもここのなんか着座位置のこのドアのこのパネルが高いから、はい、すごいホールド感があるなと思ったのと、やっぱねレーシングカーだなっていうイメージが昔のインプレッションと覚えてるんですよ、はい、だからそれが今どうなのかなっていうところです。ただまあ走りに関しては4点5点ぐらいのパフォーマンスじゃないかなっていうふうに勝手に思ってます、はい、はい、ということで試乗スタートです。よろしくお願いします。お願いします。あ、いいね、これ懐かしいな。俺この時のナビの操作が一番やりやすい。僕はそれ今だにこれなんで。あ、でもなんかねこれが一番なんかね、なんかあまり機能が多すぎず、うん、まあ程よい感じでいいっすよ、ね、あれ、ああそっか、 AMG だからこっちだよね。ついついなんかこの辺にある気がしちゃうね。ああすごいね、ノーズが長いね。あ、サイドブレーキ、あれ、あれこっちか、足もこっち、これ SL と同じ。そうっす。だなんか僕この辺はもうなんか、あ、見慣れた感じだなみたいな。長いなフロントノーズが、マジに長長いねやっぱり。これ前大丈夫ですよね、多分。キリンさん並みに長いこれ。うわー長い。あ、邪魔だかな、すいませんね、ちょっと長いんですこの車。フロントノーズがあったらもうここまでないと本当に全然見えなくて、ちょっとウィンドウを上げますよ。あー、これは本格的なレーシングカーに乗ってるから。え、でもなんかここの幅やっぱ広いね。まあ194ありますからね。ねえ、あ、すいません、ちょっと譲ってください。ちょっとすいません、前が長くって。あ、すいません、ありがとうね。うー、はい、フロントノーズ長いから、すいませんね。あ、うわー長いよこれ、長すぎる。うわー、あ、ハンドルちょっと重めだね。スピーカー案内値についてんだねこれね。確かに足元は、まあ、あのこれはもうスピーカー云々ではないんじゃないですか。そうだね。うわー、メーターパネルも銀。あ、でも車高が1m26 の、はい、にしてはここが高い気がする。だからここの視界は別にそんなに気にならない、ねね、着座位置が低く設定できるせいか、はい、ね、結構身長のある方でもいけますよ。うわー 1m94 は大きいねこれ、やっぱ本当に幅、多分後ろから見たら結構ワイドボディに見えますよね。久しぶりだな、なんかこの左ハンドル、この大きい車のちょっとなんか慣れない、左側にちょっと集中した方がいいよね。あ、うわー間違えてクルーズコントロール今オンにしちゃった。元気？久しぶりだね。もう店長？おーいいね、あ、コーティングも一級やるね、はい、はい、で撮影頑張って、ありがとうございます。ちょっとで僕見てます。あ、本当？ありがとう、ありがとうございます。
ではではあ、またクルーズコントロールしちゃった。そういうことない？ないっすね。ない、見えない、見えないよ。駆動大丈夫そうか。大丈夫っす、大丈夫っす。もう音いいね。いいっす。これはモードはコンフォート、はい、コンフォートモードで走っておるよと。エアコンもね、風もいい感じで。あ、またクルーズコントロールしちゃった。なんでだろうな。マセがこの辺にあるんだよね、ちょうどレバーが。で、ウィンカーレバーはだいぶ下じゃない、ね、今ウィンカーこうやってるからっていうのもあるんだけど、相当下だよね普通。こそう、メバンってここなのよ。逆です、 SL と。嘘絶対嘘でしょ。いや、本当本当本当に間違えちゃう俺。もうここの位置にいつもあるから。で、右側なんもないでしょ。確かに。いや、僕の乗ってるやつも上がウィンカーっす。あー、でも確かにそうだよね。うん、あ、だからそうかもしれないです。ちょっとやりづらいのかもしれないです。これハンドル一緒？若干違う。何が違う？この辺なんかちょっと、あ、違う、違います。このボタンの素材も多分違うです。あー、なるほど。眩しい、眩しい。これはサンバイザー意味ない。こっちから来る。これ全く意味ないです。めっちゃ眩しいよこれ。うわー、これ眩しいね。これサングラスないとちょっときついね、これね。うわー、くわー、ふわーって感じだね。これオープンカーの宿命。 SL もそういう時ない？サングラスがあるんで。はあ、そう、はい。やっぱサングラスないとちょっときついね、この。これだから、もうちょっとこう、この位置だったらいいんじゃないですか。確かにね。あ、こうやって。そうっす。やだよ、自分がもっと低くした方がいいかな。これ座高が高い人大変だよ、本当に。隠れようないもんね、前に行けないし。後ろでも、はい、サングラス忘れた日にはもうって感じだよね。こうか、ちょっと猫背になっちゃった。はい、あ、でもいいね、走りに余裕がある、とっても。いやー、このパワー怖いっすね。今度からちょっとさ、サングラスも持っていた方がいいね。サングラスとメジャーは持ってこようかなと思って。ああ、なるほど。うわー、なんか結構ルームミラー遠いね。腕がピーンよ、これピーン。なんだ。うわー、変速遅っ。今の車に乗ってるからだね、これ。ちょっとスポーツに入れてみます。おー、おー、いいね、いいね。これ2速。おー、これはすごいね。これだよ、こういうのを求めてたのか。 NA エンジンのこの太い走り。おお、やるー。これ結構僕怖いっす。俺 SLR やったじゃん、はい、SLR って暴力的だねっていうような感じしたけど、はいはい、結構これ来てるね。来てますよ、これも。こんな走りだったっけって思うぐらい。これは期待を裏切らないですよ。裏切らなそうだな、これ。あー、なんか昔 TVR のタスカンっていう車、はい、ありましたね。なんかああいう感じの直線的な走りが今のところ感じる。暴力的というか、あれもちょっと凶暴でしたよね。ね、ドア開けるのをさ、ドアミラーの下にさ、なんかボタンがあって、はい、それでプッと触って開くんだよね。でもあれ、もう維持するの大変じゃないですか、うん、でもあんまり怖いな。でもね、ミッションがやっぱね、もうすごい入ってるのがすごい分かるんだよね、はい、でもあの電気系統があれは弱かったなーと思って、すごい感じ、ね、エンジンもかかんない時があったもんね、はい、なんかセキュリティがうまく反応しなくて。あー、これ結構多分すごいかも。うわー、マニュアルモード。あー、またウィンカーマッチ。ウィンカー下だな、本当に。これそしてコーナーリング。おー、余裕で曲がれますね、そりゃそうだ。うわー、音すごいね。すごい、やっぱロードスターだから
すごい音が聞こえる。スポーツプラスなんて言った日にはどうなっちゃうのこれ。RS とかもね、これ箕田さんモードでしょ。そうっす。で、RS、レオ佐藤でしょ。レオ佐藤っす。とりあえずスポーツにしよう。で、ちょっと後ろ、あ、これか、後ろは。この AMG ボタン欲しいですか。はい。なんか ESP オンとかって表示だけど、とりあえずまとまるんですね。はい。で、ETC ついてたよね。はい、入ってます。はい。じゃあ安全に ETC ゲートをくぐります。そして今、スポーツモードですけども、ちょっとオートマモードで踏んでみます。今ね、3速でずっと引っ張ったよ。いいね。いい音して。間違えた。いいね。今みたいな変速せずにずっと引っ張る走り、このインプレッション向きだね。ああいう感じは。今のはマニュアルモードじゃなくてですか。そう、オートマで3速でずっと引っ張ってた。あえてそういう楽しみ方あるね。埼玉県に入ります。で、スポーツプラスちょっと入れてみますでしょ。はい。ね、はい、どうですか。でもノーズが長いのはもう気にならなくなった。走ってる分には多分大丈夫なんですよね。そしてリアウィング、ちょっとリアスポ上げますよ。上げるとこういう感じ。どうなんだろうな、これもかっこいいのかな。で、リアスポ下ろします。こういう感じですよね。はい、太い感じがいいですね。ほら、この音。リアスポまた上げちゃいました。うわー、すごいね。パワーあんだね、やっぱり。なるほど。こんなオープンカーがさ、2000万円切って楽しめるのはコスパ高いかもしれない。昔2500万とかで売ってたもんこれ。はい、そうっす。でも値段もそんな変わんないですよね。うん、大きくは分かってないけど、はあ、これはいいね。もっと走りたいこれ。あ、そうら、余裕でしょこれ。ああ、いいよこれ。なんか別にこれを黙って聞いてられますもん僕。そう。ああ、音もいいし、これいいね。改めていいこれ。SLR よりなんかいい気がする。音もいいし。すごいっすねこれ。うん、すごくいいよこれ。ああ、いい。これ V8 いいね。 V8 ってこれ AMG だよ。これぞ今はメルセデス AMG だけど、ある意味 AMG のやっぱ最終形でしょ。本物の AMG って感じです。
ね。これが最後の AMG みたいなさ、はい、あーいいよこれは本当に。なんか今回はちょっとテンションが高いですもん、うん、さっきの992とはちょっとまた違う興奮してます。なんなんだろう、ちょっと大人になったのかな俺も。なんか最近車の良さがようやく分かってきた気がするこれだけやってて。お手柔らかにお願いします。あ、でも、ま、やっぱ前は気になりますね。そうだね、SL 乗りの美濃田さん。でもやっぱこの辺の雰囲気は、うん、ちょっとやっぱ一緒な感じがして、あ、乗りやすそう、気にならないかな。今スポーツプラスだよ。ああ、いやだ、怖い。なんていうか、ああだ、いやだ、怖い。あね、ノーズがやっぱこんなんだからね。相当長いよ、これは。全然やっぱスポーツプラスとスポーツでも違うんですね。ね、飛ばしたくなるよ。確かにこれはウィンカー間違えますよ。間違えるよね、はい、こんな位置にあったら。逆ですね。ほらちょっと止まんない感じもなんか嫌じゃない、はい、ちょっとこの辺だけ時代を感じるかもしれないです。時代のせいにした自分も同じような乗ってるのに。これは G を感じるね。あーこれ来るね。これすごいっすね。すごい来た。なんかトルクで思いっきし持ってってくれてる感じがする。だってボンネット揺れてるもん、このバンバンの。50キロくらいだったら動くんですかね。え、だってさっきブレーキ踏んでないといけませんって言ってたの。いや、そうなんですけど。あ、50キロからです。へえー。じゃあちょっと50キロになったらあそこ入っちゃうとこからね。あ、そうっすね。はあ。ちょっと最後加速してみて。滑らない程度に。ちょっとすいません。571馬力。これ以上馬力いらない感じするね。はい、これすごいぞ、はい、で早い。いいね。ただ
側はできないですね。うん、さっきの車さんあったね、でもね。はい。あ、やっぱクーペンもいいね。やっぱクーペンにすると静かになるんですね。ね。うん。じゃあちょっと総評の方に、はい、移りたいと思います。あ、では、美濃さんから見た目。見た目はもう5点満点です。僕は5点満点、はい、この迫力というんですか、はい、特徴的なデザインといい、はい、誰もが目につくのでもう満点です。なるほど、はいはい、そして走り、走り5点って言ってたよね、さっきね、はい、期待裏切らない5点、裏切らない5点、はい、で、まあ自分の僕の 4.7 ターボなんで、まあ、NA とまた別なんですけど、 4.7 もあんだ。そうです。やっぱり下からのなんかトルクの差が全然違うなって。踏んだら踏んだだけなんか突き進んでくれる感じがすごく分かって。なるほど。かつ、まあ人によって多分ここは好み分かれるんですけど、やっぱこのエンジンサウンドっていうんですか、うん、はやっぱ AMG 特有のものなんだろうなって、うん、僕の550ってやっぱ意外と速いんですけど、うん、音はないんで、あ、物足りなさっていうのは感じるんですけど、まあ、なるほど。なので音が好きとかっていう人はもうこれ多分よだれが出るんじゃないですか。なるほど、はい、いいね。よだれが、白米ではなくよだれが出る、はい、よだれが出ます。わかりました、はい、で価格、価格新車が2700万円当時はね、はい、でちょうど今もう8年、8年落ちの4000キロ、4000キロで1888万円とかでしたよね、うちのデッドプライスが。いやこれ、まあ、純粋に1880万円って聞けば高いと思うんですよ、うん、でも8年経ってそれだけしか下がってない、うん、かつ市場にそんなにある車でもないので、うん、今後そんなに値崩れをしていくことは考えにくいのかな。まあ値崩れはまずしないでしょうね、はい、台数ないんだから。そうですね。っていうことを考えると、まあ変な話、持ってても損ないんじゃないかなとは思うので、うん、4.8点、どんどん、はい、はい、そしてフィーリング、フィーリング、まあ90点おお、アメ車みたいな、直線番長じゃないですけどのようなフィーリングがある車なんで大好きなんじゃないですか、はい、でまあロードスターだと比較すると何ですか、まあ、マクラーレンとかもあると思うんですけど、うん、とは全くまた趣向性がちょっと違う感じで、僕にはなんかこういうフィーリング合ってんのかなみたいな。なるほど、はい、思いました。はい、わかりました。ということで買うか買わないかといえば、はい、これは買いたいです。いやそうなっちゃうよね、はい、ロードスターの、あ、ロードスターでいいです。僕ガルウィングじゃなくていいです。へー、わかりました、はい、じゃあ私、見た目、見た目は 4.5。 お、これは好みの問題ですけど、はい、僕はガルウィングの方が好きです。ああ、はい、まあ確かに 300SL もロードスターとガルウィングはあるけど、なんかでもやっぱね、この形だったらガルウィングあるんだったらガルウィングに乗りたいなっていう。あ、そっちですね。僕はそっちです、はいはい、だから 4.5 にさせてもらって、はい、走り、はい、これね、イメージの総評でね、5点とか 4.5 とかって、ね、言ってましたけど、僕は5点、はい、むしろ6点でもいいぐらいです、はい、これね、最後のこの MG のこのエンジンというか集大成ですよ、これって、はい、もう音、アクセル踏んだ瞬間ドーンっていくんです。そうですね、ロケットスタートっすよ。何速からでもどこでもアクセル踏んだ瞬間にドーン、変速は速いか遅いかって、はい、今の車の方が当然速いですけど、こんな太い走りの車は僕ね、SLR よりもこれはね、走りがね、強い、太い、重い感じはしました、はい、SLR は暴力的だった、とっても、はい、こっちの方がまだ乗りやすさはありますね、うん、よくさ、だってこれレースで走っててもさ、先頭にさ、SLS のガルウィングでさ、
なんか走ってたよね最初。あ、セーフティーカーで出しましたね。そうそう。だからね、もうそれでも走れるぐらいしっかりね、フレームをね、すごいよ、このフレームの強さ。はい。ね、すごいです。そして、価格。はい。価格は 4.5。4.5、はい。はい。これはね、一生もの買い物だと思いますよ。うん。投資として買うっていうのはちょっとまたね難しくて、値段が上がるかっていうと、もうまた10年20年でも今ですね、サンミュエル SL ガルウィングがいくらで売ってるかっていうと、多分余裕で1億超えちゃうわけですよ、はい、でロードスターももうもっと多分値段するはずなんですよ。ちょっとね間違ったら申し訳ないんですけど、はい、で当初ね、当社でねサンミュエル SL ガルウィングの赤がありましたけど、あれだって1億以上したんで、もしかするとそういう風になっていく車なのかもしれないです、うん、相当時間はね、まだまだかかりますけど ね、10年、20年、30年ってかかりますけども、まあそういう、まあ一生ものの車ですということで、4.5 です。そして、フィーリング。僕はもう5点、もう5点、100点。100点、はい。うん、初めて出ましたね。最高だよ、はい。もっと飛ばしたかったなもっと乗ってたかった。ねえ、これは良かったなぁ。だから今日はなんかすごいテンションが、ちょっといつもと違ったんですもん。なんかそういう大事な、はい、これは男の中の男って感じです、はい、ヒューが小次郎みたいなあ、そう、ベジータみたいな、あ、はいはい、花見、桜木花道みたいな、あ、ちょっと違う、うん、あ、まあそうだね、うん、いや、ちょっと違う、ね、あ、違う、ファイナルフラッシュ、ツワーみたいな感じベジータって、はい、あんな感じ、ソワーみたいな、はい、うん、そんな感じですで最後買う買わないっていうところで言ったら、これはもちろん買い、はい、これはねずっと持ってたい車だなと思いますよ。これ絶対いいですよ ね、なんだろうな、昔と今でやっぱ変わったんだな自分。これだけいろいろ乗ってきて、ロペアチャンネルもね、もう今年で多分300回とかって多分行くと思うんですけど、よかったな。だからなんですか、今のあの新しいやつのシフトチェンジが速くてとかターボでっていうのがやっぱないからいいんじゃないですか。そうなんかな。いやでも良かった、これは本当に、はい、ということで、はい、今回のインプレッションは2012年モデル AMG SLS ロードスター、こちらをインプレッションいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。